今回から全4回にわたって表現力についてのお話をしていきたいと思います。楽譜通りに弾けるようになったけど、それだけじゃ物足りないとか、もっと演奏に気持ちを乗せたいんだけど、やり方がわからないとか、曲の世界観を表現したいという方には参考になる内容です。楽譜通りに弾くだけなら、 コンピューターの自動演奏と同じでそれだと味気ないと感じる人もいるのではないかと思います音楽の奥深さは表現力にありますこのシリーズでは表現力の中身を具体的に分析して詳しく見ていこうと思いますここでそもそものお話なのですが音楽の本質とは何でしょうかここが 一番大切なポイントなのですが結論から言いますとそれは音の変化音が変化することですこの変化というところが一番大切で音に変化がなければ音楽にはならないわけです例えばピーずっと同じ音が鳴っていてもこれはもう雑音にしか聞こえませんこれに 一定のリズムが加わってピピッピッピッピピこうなるとちょっと音楽に近づいてもしかしたら音楽のどっかのパートの一部ぐらいには使えるかもしれませんねそれが音の高さまで変わってピッピピッピッカッコーカッコーってなるともうこれは歌っているような音楽にだいぶ近づいてきましたね ですから音が派手に変化すればするほど変化が大きいほど人間にとっては刺激的で心が動かされるというわけです。ここでもう少し詳しく音というものを分解しますと音の3要素というのがありましてそれは音の大きさ高さ音色の3つです。音の大きさは物理的には振幅で表されまして 音楽の上ではピアノとかフォルテとかの記号で表されますね音の高さというのは物理的には周波数のことで楽譜の上では1の音とか5の音というように表されますねそれから音色というのは物理的には波形のことで音楽においては一般に楽器による違いっていう説明がよくされます同じ1の音 ドという音でもピアノとギターではあるいはバイオリンとトランペットでは音色が違うということを考えると分かりやすいと思いますそれからもう一つ音楽の三大要素と呼ばれるものもありますこれはリズムメロディーハーモニーのことです、えー、三大要素の全部が必要というわけでもありませんで 例えばリズムだけというと太鼓の演奏がそうですしメロディーだけといいますと、えー、グレゴリオ聖歌とか仏教の照明も一種の音楽と見ても良いかと思いますでハーモニーというのもあれば重厚な感じがしますけれどもハーモニーがなければ素朴な感じがしますねそれで音の高さの変化というのはメロディーそのものです ですからこれは楽譜に従えばいいわけですね。メロディーの中で音の高さは必ず変化するものです。それからハーモニーというのは伴奏楽器に関係するものですから、ここでは考えないことにします。で、残ったのは音の大きさ、音色、それからリズムです。で、この3つに変化をつける、これが表現のテクニックになるわけです。 では質問です。この3つの中で一番簡単にできるのはどれでしょうかそれからこの3つの中で一番難しいのはどれでしょうか答えは一番簡単にできるのは音の大きさ、音量を変化させること。一番難しいのは音色を変化させることです。えー、これから 簡単な順番に音量の変化、まあ、狭い意味での抑揚と呼ばれるものですね。次にリズムの変化、揺らぎと呼ばれたりします。で最後に音色の変化の順番で表現のテクニックについて考えていきたいと思います。次の動画では音量の変化、抑揚の付け方について解説していきたいと思います。